岡山で猟友会に長く所属していた時田さんというご高齢の方と奇遇にもお話を交わす機会に恵まれた。私はこういう性分なものですぐに話題は山の階段をご存知ではないですかという流れになってしまったのだが、なーに、山だけに山ほどあるさとダジャレ交じりに軽く笑われ、いくつか興味深いお話を伺った。面白いもんだ。変なものに合うやつはとことん合うんだが、合わないやつは何十年山に入ってても全然合わない。かと思えば山に入って20年目に変なものを見て、その後しょっちゅう見るようになったやつもいる。まあ人それぞれね、いろいろだね。これはその時伺った話の一つである。とにかく独特なリズムの軽快な会話が楽しいお方で、80過ぎという高齢が疑わしくなるほどエネルギッシュな魅力に満ちておられたのが印象的だった。今は亡き高齢の語り部徳蔵じいさんに似ておられるところもあり、初対面なのにひどく懐かしい雰囲気の中でお話を楽しませていただいた。今回はそんな時田さんのキャラクターに敬意を表し、対話形式でこの話を記すことにさせていただく。厳密に言えば山中での会談というわけではないが、そこはご愛嬌である。では失礼ですが、時田さん、何か怖い話をご存知だということで。怖い話かね。まあ漁師が臆病者だとやっていけんさね。だからまあ普通の人よりか肝は座ってるつもりだけども、あん時はさすがに怖かったかな。妙なもん見たのさ。山でなくて麓の畑でだけどね。そん時の話でいい？奇特なこったね。変わってるね、あんた。奥さんいんの？え、まだ？やっぱり。まあそうだな。ありゃ、秘伝とこの、嫁子が双子産んだ年だったから10年くらい前だな。10年。すると、時田さんは70歳くらいですね。おお、そうなるな。俺まだ若かったから、夜のスナックで姉ちゃんとブイブイ言わせてた頃だよ。懐かしいよ。いや兄ちゃん、ところで少し話が飛ぶが、罠に免許あるの知ってるか？罠？トラップのことですか？まあ外人が言えばトラップだな。トラックじゃねえよ、トラップだよ。で、罠ね、罠、罠、罠。縄じゃねえよ。いや。そうなの。漁師もね、鉄砲でバーンとやるだけが脳じゃないわけ。効率的にやりたいやつは罠とか仕掛けるわけよ。でも、その罠を使って仕掛けるのにも免許がいるんだわな。それがないと違反、逮捕、死刑。死刑にはさすがにならないでしょ。いや、まあ、死刑にはならんな。で、俺もその免許持ってる。俺の周りには結構持ってるやつが多かったんだ。農家とかもね、イノシシに手を焼いとったから、それを取る罠をよく仕掛けておったんさな。なるほど。その罠というのはどうやって仕掛けるんです？自作するんですか？まあ俺は自分で作ってたよ。師匠って呼んでた人から受け継いだんだ。獲物の足に引っ掛けて動きを絡めとるもんね。材料はホームセンターで買ってたな。丈夫なワイヤーとかさ。俺が引退するとちょっと前までは〇〇が良かったね。某有名ディスカウントチェーン店。あそこは安かった。うん、安かった。まだ罠について聞きたいことある？いえ、罠じゃなくて階段の方。ああ、そっか、そうだったね。どういう話してたっけ？
ヒデさんって方のお嫁さんが双子を産んだ年。ああ、10年前ね。あの頃はまだ俺もスナックでブイブイ言わせててよ。で、ある日のことな、そのスナックで近所の農家の知り合いとばったり会っちゃったの。俺より江戸が一回り下の玄ちゃんっていうやつなんだけどね。元気がないの。そいつしょんぼりしてちびちび飲んでるの、焼酎を。一体どうしたんだって言ったら、どうしたもこうしたもない。イノシシがひでえんだっていう。畑荒らされておまんま食い上げだっていう。イノシシですか。そう、イノシシ。でも玄ちゃんはさっき言った罠の免許持ってて、めちゃくちゃうまく仕掛けるやつだったんだわ。体格も良かったから、自作の槍で罠にかかったイノシシ突っ殺して食べたり売ったりしてたわけだもんで、玄ちゃんよ、おめえ俺より早く猛録してんじゃねえよ、罠の腕が鈍ったんじゃねえかって聞くと、そうかもしれん、だって罠がことごとく外されちゃうんだって涙目なんだわ。外す？ひどい。誰かのいたずらですか？誰かのって、そういう場合普通イノシシだよ。イノシシは罠が仕掛けられてるのを鼻で探り当てるんだ。そんで見つけたら掘り出しちゃうの、危ないから。ほう、イノシシってそんなに利口なものですか？利口者よ。利口でない獣はおらんよ。生きていかなくちゃならないもの。人間様と知恵比べするくらい頭が良くないと山じゃ生きていけないもの。まあ昨日今日漁師になったやつが作って仕掛けた罠なんて一発で見抜いて解除しちまうね。えらいもんだね。だけど俺下せなかったね。その農家の玄ちゃんね、漁師以上に罠を仕掛けるのがうまかったんだもの。罠の金属臭を完璧に取る技術とか、取るイノシシの身の丈に合わせて罠を工夫するやり方なんかが神業的でさ、そいつの罠がことごとく外されちゃうんだから、どんな年取った賢いイノシシがいるんだろうって、もうそんなの本当にいるんだろうかって。年を取るごとに賢くなるのですか、イノシシは。なるね。元から神経質で鼻の利く生き物だけど、勝てて加えて知恵がついてくる。だいたい山のイノシシの寿命は10歳くらいだけど、栄養状態が良かったらそれより長生きするし、そういう老兵は大概なりもでかいからな。つまり年取ったイノシシは知恵がある上にパワーも強いということですね。そう、そういうやつに玄ちゃんの畑は目つけられたんだと思ったんだ。玄ちゃん本人もそう思っとった。あんまりしょげてたから、その日は俺のおごりで一緒に飲んだ。玄ちゃん何度もありがとうありがとうってさ、なんとか罠を工夫してみる、夜回りもしてみることにするってな。ちょっとは励ましてやれたかなと思ったよ。お優しいのですね。そりゃそうよ。男には男にってもんがないといけねえや。人間持ちつ持たれずだもの。で、俺もその日からスナックの帰りには玄ちゃんの畑の周りをブラーっと見と回って帰ることに決めたんだ。玄ちゃん家の畑、もうふもとから近い場所にあってよ、昔からイノシシに目つけられやすいとこだった。まあ飲んだ帰りなんで猟銃なんざ持ってねえし、そもそも夜中は鉄砲ぶっ放しちゃいけない決まりになってたんだけどね。でもイノシシって意外と臆病なの。子連れで気が立ってでもいない限り、人間が近づくとびっくりして逃げちゃうんさな。だから酔った年寄りでもパトロールくらいの役には立てるんじゃねえかと、そう思ったのね。実際そんで1ヶ月くらい経ってからかな、俺やっぱスナック行って、その帰り夜中の12時くらいね、玄ちゃんの畑に寄ってイノシシじゃいねえかって見回りしてたのよ。
そしたら畑の端に何かうずくまってるのを見つけたんだ。あれ、九段のイノシシかって思ったら違うのね。人だったの。俺、嫁が聞くからすぐに分かった。でもさすがに顔は見えない。ずっと近づいていって、あんた誰だって言ってね、携帯電話の光で照らしてやったよ。そしたら驚いたね。誰だったんですか？源ちゃん。え？畑の近くにうずくまってたのはネマジ姿の源ちゃん本人だったんだ。手元を見てみれば、なんと自分の仕掛けた罠を自分で掘り出してやがる。素手でものすごい力で土掘り返してさ、俺あっけに取られちゃった。こいつ何やってんだって思った。意味わかんねえけど、何か尋常じゃねえってことはビンビンだわな。ゲンちゃん、おめえ何やってんだって近くで顔を照らした。そしたら俺ゾーッとなっちゃった。ゲンちゃんの顔、不自然なくらいでかかったの。顔がでかい？そう、普通の人の2倍ちょいくらいあったんじゃねえか。膨らんでるみたいなの。まるで、そう、イノシシだわな。イノシシって不格好なくらい顔がでかい獣だよ。それなのよ、体と頭のバランスっていうの、それがまるでイノシシみたいな感じなのよな。イノシシみたいなでっかい顔のゲンちゃんは俺をしばらくじっと見てたよ。そしてしばらくして、ほーってすげえ声で叫んだ。叫びながら風みてえな速さで山の方へ走って逃げてった。すんごかったよ。目ん玉真っ赤っかに充血させて、ひんむいて歯立てるように唇噛んでたな。なんとも言えない表情だったな。いや、怖かった。あんな怖い面だったなかった。まともな人間の面じゃなかった。あ、ゲンちゃん。おお、まだ元気だよ。生きてる生きてる。その事件からしばらく経ってよ、あんまり気になったから家を訪ねてみたんだ。そしたら嘘みたいに元気になっててね。なんでもある日を境にして罠が掘り起こされることがなくなったみてえなんだっていう。それがどうも俺が頭のでかいゲンちゃんを見た日の夜みたいなんだけど、まあはっきりしねえんだけど、そうらしいのよ。それは不思議なお話ですね。時田さんはその頭の大きなゲンさんを見たことで何か変わったことはありませんでしたか？いや、特に気色悪かっただけ。でもね、俺思ったよ。ゲンちゃんはイノシシを殺しすぎたのかもしれん。俺たち猟友会の仲間は年に一回山の神さんに獲物を分けていただいてありがとうございますって感謝する行事をやるんだけれども、ゲンちゃんは猟銃も持ってなかったもんだから、無論それには参加してなかったものな。やっぱりさ、山の生き物を殺すんだからさ、山のお大臣様は敬わないとダメだよ。そうしないと山から使いを出されちゃうよ。きっとありゃ、長年ゲンちゃんがイノシシを無断で殺し続けたことに腹を立てたお大臣様が使いを出して懲らしめたんだな。なんで俺に見られただけで来なくなったかはわかんねえけどよ。何かお前がどうにかしろって言われてるようで怖かったね。
心底ねえ。いや。それからほどなくして、時田さんは自分が見たことのすべてを猟友会の仲間と源さんに打ち明け、これからは山の神様に感謝の意を示す行事に源さんを参加させてはどうかと提案した。彼の気さくな人柄もあって、誰も反対する者はいなかった。源さん本人も、慎んで参加させていただきたいと皆に頭を下げられたらしい。以来10年余り何もおかしなことは起こらないというが、源さんは罠にかかったイノシシにとどめを刺した後、亡骸の前で3分以上手を合わせる習慣がついたという。